フランシスコ・フェルナンデス・デ・カピラスは、スペインのドミニコ会の司祭で、フィリピンと中国の宣教師。中国最初のキリスト教準教者で、2000年10月1日に、中国120聖人の一人として劣勢された。カピラスは、パレンシア地方のバケリン・デ・カンポスで生まれ、バリアドリットのドミニコ会に入会した。フィリピンのマニラで1632年司祭に、除会され、 カガヤン州で布教した。同じドミニコ会のフランシスコ・ディアスと共に1641年に台湾1642年3月に福建省に派遣された。ディアスは1646年11月4日に没したが同じ日に新軍がカピラスのいる福安に侵攻した。カピラスは1647年11月13日に捕らえられ、獄に入れられ、 二日後の1648年1月15日に死刑になった。1748年9月16日にベネディクトゥス14世がカピラスを中国最初の殉教者と認めた。1909年5月2日にピウス10世によって劣服された。2000年10月1日、ヨハネ・パウロ2世は中国120世人の最初の一人としてカピラスを劣勢した。 ありがとうございます。